こんにちは、あたりです。前回の続きでございます。ムジラの仮面プレイ実況第19回。さあ、夜になってお化けたちが出てきたので、まあ、ちょっと命令してね、墓を暴いて歌を回収するのかな。隊長に行け。お久しぶりです隊長。はい、お久しぶり。はい、次の命令は墓を暴いてくださいと。墓を暴け。イエッサー。はい、前回この墓の下に行ったんだよね。墓の下に行って、まあ、断定を、まあ、こっちに来いと言って、なんか引っ張り出して掘らせる。ん？なんか違うぞ。なんか違う。あれ？あ、掘る墓によって落ちてくる場所が違うのか。ここはよし。OK。おっと。あ、ダンペイレースとか。あ、ダンペイ？いっぱい来る、いっぱい来る、いっぱい来る、いっぱい来るよ。よし、オッケー。まだいいのか。あら、無限に湧くのかこれ。もしかして。やってよ。これ多分全部に火を灯さないといけないとかそういう感じだろ。邪魔だよ。はっ、コウモリ全部倒せばよかったのか。家に湧いてくるものとばっかり。なんでなんで。これ全部倒してからこれやればよかったのか。安全に行こう。いいよ。はい、開いた。あざーす。長かった。地味に長かった。え、ボス？ギャー！自ら呼び起こしてしまったか。大ダメージ当てることに注意する。あとは隙を。こういうことだよ。あ、なんかこいつあれだな、あの、あそこで戦ったやつが似てる。あの、時のおかげでね、さ、闇の神殿。おっと、あんな感じじゃない。うわ、怖えな。よし、よし、OK。来た来た。このパターン、このパターン、ほら身軽になるパターン。
あ、これノーダメージいけるんじゃないですか。あ、ガードされた。お、怖え。ギリギリじゃん。全部見切った。お、何それ、何それ。あ、これが歌か。え、なんだ、なんだこれ。私の魂を解放してくれたのお前か。あ、え、こいつあれじゃん、なんだっけ、ホラノにいたやつ。私はイカの桶に使われて作曲家のフラットと申すものだよ。この地に残る王家ゆかりの曲は私と兄のシャープが全て作曲したのだ。おう、シャープ、我が愛しき兄よ。悪魔に魂を売り、私をこんなところ閉じ込めた張本人。死者を恐れぬ者よ。わしの曲をよく覚えてほしい。そしてどこかで兄に会ったら告げてほしい。我が歌が誘う数千の雨粒は私の涙。大地に轟く雷は私の怒りだと。頼んだぞ。我が歌が営む数千の雨粒は私の涙。大臣と泥かみが私の怒りなり。呪われし暗黒の魂を浄化するメールをよくここに知るさ。はあ、やっぱ嵐の歌だったね。パン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 、あれ、じゃあ、え、あ、じゃあこの前やったあれは何だったんだろう。あ、爆弾だ。この前さ、この前というか前回やったあの墓は何だったんだろう。あれは別に何もなかった。そしてあっちに行きたい。あ、やべえ、マジか。あっちに行くにはどうしたらいいんでしょう。教えてください。壊れた。壊れただけか。また違う墓を開けばいいのかな。まあいいや。とりあえず今回は先に進みましょう。で、仮面をつけて。わあ、髪をつけたはず。怖っ。髪をつけたあいつのところに行く。あ、じゃあ歌あるわ。違う、曲があるから気持ち悪いな、この仮面。この曲でよいしょ、警告に行って、で、シャープ、あ、そうだ、ホラーな、ホラーなに行けばいいかな。で、お面を外していこう。よっと、というホラーな、こっちだと。しかしあれだな、結構なんか裏ストーリー的なものが充実してそうだな。あれ、こっちか。うわった、カラス来た。なんすか、チャップさん。よし、ここで嵐の歌を吹けばいいんだな。あ、これがシャープ、今気づいたわけじゃないよ、今気づいた。シャープで弟を打った、あれなのかな、弟を裏切って、はい、ならばこの偉大な作曲家シャープ様の奏でる暗黒のメロディーで安らかに眠り死者の流れをするがいい。これで嵐にして、まあなんかあれをする、怒り、弟の怒り。 なんだこの曲は。
まさかこの曲は。うわー、なんだろう、川に水が。よし、水車が回ったぞ。水車が回ってオルゴールのメロディーが流れる。あ、そうだね、オルゴールのメロディーが流れる。で、なんだっけ、お、このゾンビが消える。お、あ、眠りにつく。はい、鍵開いた。フラって、我が愛しき弟よ。死してなお王家の復活を夢見た愚かな兄を許してくれ。死者を恐れる者よ。弟の歌により私にかけられた呪いが解けた。すべてお前のおかげだ。我ら死者もなこの地に蘇ってはならぬはず。それを狂わせたのはすべては仮面をつけたと。お、お前が本当に死者を恐れるなら、この地の神殿に赴き、我らを苦しめる呪いの根源を絶ってほしい。そのためには、そのためには神殿に入る方法を唯一知って我が王に会うのだ。王は古びたいかんなの城で呪いを解いてくる者が来るのを待っておられるはず。結構今回ややこしいね。だから道のり長いね。だからその城に入らなきゃダメでしょ。城に入るためにはミラーシールドが必要なわけよ。ミラーシールドわかる？前回 の、 プレイ動画をね、よく出るって言った。前回の動画をよく見ていただけるとね、わかるかもしれない。はい、いや、開けてよ、開けて、開けてよ。開かないの？どうしよう、開けてくれないんだけど。これ入れると思ったんだけど、なんかない。なんかやり残してる。もう一回あそこの洞窟行くか。あ、え、出てきた。あの子に見つからないように入ればいいのかな。あ、そういうことか。オルゴールハウス。なんだ。あ、下にある。下に。うわっ、びっくりした。あれ、戦うわけじゃない。あなた誰？勝手に人の家に入るから何してるの？はあ、はあ、お父さん、やっぱお父さんゾンビ化してるんだ。ここで癒しの歌か。入って
きなり出てきた。ちょっと回り込む。よし、今だ、今だ、はい、よし、OK。ここで入って、タンスから出てきたところに癒しの歌ですよ。出てきた。よし、よし、吹くぞ、吹くぞ。はい。オッケー。バッチリですよ。お、お、お。よし、お目覚まれた。お父さん。お父さん。パメラ。私は待って、何をしていたんだ。何もしてないよ。悪い目を見て少し塗られてただけ。パメラちゃん、ええ子や。パメラ、これはゾンビのお面、ギブドのお面を手に入れた。パメラの父から剥がれ落ちたお面、ギブドたちが見ても間違うほどのリアルなお面だ。それで井戸の下か。なんか、なんか言おうよ。ほっといてあげなさい。見てわからないの？あ、そう。すいません。すいません。お。ガロを研究してたのかな？お。ガロとギブドを研究していて、で、オルゴールを開発したと。特に目ぼしいものない。まあいいや、まああとは親子水入らずで頑張ってくれよ。井戸、井戸だ。井戸でギブドのお面をつけて はっ、たい、さいっ、はいっ、ここだな。よし、オッケー、行くぜ。てーい、てーい、キムトの目つけよう。で、進む。あ、どうも、すいません、ちょっと通してもらいますよ。すいません、通してもらいますよ。通れない、喋れない。置いてーけー、置いてーけー、元気が出る青いもの置いてーけー。青い薬ってこと？いや、持ってないし、持ってないし。ちょっと通してくださいよ。なんか渡さないとダメなのかな。美味しいポリポリできれば5つ置いていけ。美味しいポリポリってなんだろう。これか、デクの実か。あ、豆か。え、マジ？何も持ってないよ。何も持ってないわ。マジっすか。はいはい、月の涙手に入れましたよっと。わーい、魔法の豆だな。おー、青薬だった。あ、よっしゃ、来た。わーい。
かと。赤と緑どっちか持ってた方がいいな。赤緑どっちかというと赤の方がいいかな。赤も持って買っていこう。赤くれ。よし。金つけていきます。よいしょ。青い薬を渡しましょう。はい、どうぞ。我が青春に悔い、え、青春ありがとう。わあ、物騒。あ、なんだこれ。あ、なんかあるのか。別に入り口だったっていうだけで特に他に何もないのかな。なんだ、なんだこれ、なんもない。あ、これで飛び越えるってことか。久しぶり。こういうことね。あ、またいた。またいたよ。よいしょ。やっぱいるんじゃん。H2O 置いてけ。はあ。あ、でもすぐそこにあるわ。こいつは。取れたてピチピチ置いてけ。魚？魚？魚はねえな。すぐそこに。あれ、ちょっと待って。よいしょ。ここに水あるから。魚か。めんどくせえ。めんどくせえな。ほら、水だぞ。いたかな。あ、川に行ったらあるかもしれないな。なんだ、なんだ、あ、見えない壁があるのかな。あれ、そうじゃない、そうじゃない。あれ、こっちもなんだ。お前が最後か。ちょっと待って。なんで。危ねえ。つけてなかったのか。小さくてワシャワシャするやつ。小さくてワシャワシャするやつなんだ。え、妖精？ないわ。小さくてワシャワシャするやつなんだ。はっ、え、小さくてワシャワシャするやつなんだ。あれ、違うんだ。やっぱ妖精か。あ、なんだ、やっぱなんかあんな。あ、いた、なんかいた。
感を出しておいての裏切り。どっちだっけ？こっちか。おお、びっくりした。いるならいるって言ってよ。行き止まり？行き止まりかい？行き止まりかい？魚がないとダメなのかな。魚めんどくさいな。待って、ちょっと川寄っていくか。ここが入り口か。こっちで、豆。はいはい、豆ですよ。はい。5つって。うわ、だーい。
また虫とか言われるんじゃないですか。これよっと、虫持ってっか。あったまって元気が出るもの？温まって元気が出るもの？なんだそれ。え、なんだ？温まって元気が出るもの？なんかのスープ、スープ？温まって元気が10発あったかな？あるわ。あれ、ここ行き止まりじゃん。なんだ。うわ、敵だ。よし、オッケー、倒した。お、なんだ。え、あ、これキャッチできるのかな。ちょっと虫逃がして。あ、捕まえられた。ビッグポー、何かいいことあるか。うわ、危ねえ。魚だぞ。どうや。痛い。なんで。なんだ。はい、デクノミいっぱい。キャッホー。で、地図的にはまっすぐなんだよな。虫か。虫はねえな。すいません。なんかいっぱいある。真っ黒くらいしか出てこねえよ。次は何ですか。お、あった、ビッグポー。はい、どうぞ。はい、ありがとう。そろそろ、そろそろいいんじゃない。おお、びっくり。
あ、虫いた。虫発見。よっと。ありがとう。ちょっと戻るか。よいしょ。虫持ってきたよ。はい、虫ですよ。はい、ありがとう。ただここは行き止まりなんだよね。うわ、なんだ、なんかいる。お、そういうことか。めんどくせえ。出てきた。ありがとう。よいしょ。なんだろう。まあいいか。よしとしよう。はいはい、先に進みましょう。次は何でしょう。あ、ここに来たか。最後かな。牛乳。牛乳はねえわ。あー、ゴーマンのとこで買うしかないのかな。ください。ありがとうございます。はあ、よかった、売ってくれた。ああ、こんな偉そうなやつなのになんかありがてえありがてえな。はい、来たよ。カルシウムたっぷりの牛乳だよ。はい、どうぞ。全部つける感じなのかな。ちょっと待って、ここまで来て何もないとかないわ。ないよね。来た来た、よかった、あったよ。これ最低に入れば今回はなんとか大丈夫な気がする。気持ち悪い。あ、パワーアップしたんだ。最低に入ればこっちのもんだ。とりあえず進もう。カーナ古城、あれ、これそのまま行っていいのかな。
ていうか毎回これやらなきゃいけないってわけじゃないよね。普通にそれは辛いよ。ここまでしておきますか。はい、というわけでゼルダのデスムジラの仮面プレイ実況第19回でした。ミラーシールドを手に入れました。それではまた次回、バイバイ。もう二度とやりたくない、こんなめんどくさいイベント。